どうも、大志がすぐ死ぬ日本人アニメリアクターわさもんです。よろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数年内5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは青のオーケストラ第9話、先輩です。原田じゃないか。まあ、まず前回のそれ第8話が春ちゃんの回だったね。まあ、こうずっと続けてハルちゃんの話があって、 G 戦場のアリアでハルちゃんのことを出すみたいな、ね、すげえ綺麗だった、めちゃくちゃ良かった。まあだから今回は第9話で先輩なんだよな。ちょっと前にね、だって第5話で原田だったからね、どういう風になっていくのか楽しみなので、早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。どういう話なんだろうか。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。重々しい。雨降ってて雷が鳴ってて、まあでもやっぱね、そんだけ真剣にもなるような。で、自分たちの演奏会でも、しかもその何年も連続で優勝しとるようなすげえところだけにプレッシャーは相当やろうな。負けられんよ。そうなってきたらあんな真剣な顔つきにもなるよ。まあ多分どこの吹奏楽部とかね、オーケストラ部っていうのは一緒だろうけど、自分たちにかかってるプレッシャーは多分また他のところよりもやっぱ違うやろうな。海幕だけじゃなくて、なんかね、あと なんていうの2位3位っていうか、金賞銀賞銅賞みたいな、よくわかんないけど、なんかね、あと一歩で優勝するところとかも多分そんな感じなんじゃないかな。本編開始。第9話、先輩。あと60日。コンマスを仕切るのか。なるほど。
どっちかな。そうだよ。だからサブタイが先輩か。いいぞ。わからん。はい。すごいんだろうな、ハトには。ハトリ。ハトリ。
強キャラ感すごそう。かっこいい。部活動紹介の時におったな、そういえば。おったわ。カチューシャっていうかね。あれやっとったやつおったもん。地獄やん。ない。これ高校じゃねえよな、やっぱすげえわ。
ねえな。うまそう。いいな。でかいよな。ダンス部。へえ。かっこいいな、なんか。
教室か。すげえ。でもあんだけ杉谷羽鳥がなんか楽しみって言うっていうことがなんかすごいんだろうな。どういう風になんだろうな。でもなんかもう次回オーディションっぽいよな。違うかな。多分オーディションで最終回が庭園じゃないかな。うわ、最終回の一個前が庭園とかそんな感じなんじゃない。ワンクールだっけ。全然覚えてないけど。いや、ツークールとかでもいいような気はするけどな。でもどういう風にするんだろうな。やっぱおったもんな、部活動紹介の時に。なんかカチューシャつけた姿見たら思い出しちゃう。でもやっぱすげえんだろうな、これ。こんな美しいエンディングないよな、やっぱ。相変わらずすげえんだよな。次回だ。大丈夫、初心者と経験者。律子の会になんじゃねえかな。なんかそんな感じくせえよな。でもまあ確かに
そうよな、1年と3年ばっかだったもんな、今まで描かれてんのが。で、そこでやっと2年生として羽鳥が出てきちゃった。はあ、でもすげえな、楽しみです。どうなるんでしょうね。いやいやいや、すげえぜ、楽しみだな。2年生強いんじゃない、強い強い強いっていう表現が合ってるかわかんないけど、すごそうだ、楽しみだよ。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしておりますが、概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、青のオーケストラ第9話、先輩でした。ありがとうございました。ならね。